境高校の全校生徒570人に大きな拍手で迎えられたのは、ヨット部の2年生、森山伊織さんと林美樹さんです。2人は今月、和歌山県で行われたインターハイで、全長 4.2 メートルのヨットで速さを競うセーリング女子4209に出場し、優勝を飾りました。表彰式では、坂井俊彦校長が2人の栄誉をたたえ、優勝カップと表彰状を贈りました。森山選手と林選手は、これまで応援してくれた全校生徒や先生などに感謝の言葉を述べていました。すごく嬉しい気持ちでいっぱいです。友達がその頑張ってって言ってくれた言葉っていうのは安心する言葉だったので、本当に感謝でいっぱいです。水銀への目標は、2連覇もそうですし、もう1ヶ月後の国スポが待ってるので、そこでもう優勝することです。スポーツが盛んなこの高校、2人の活躍は在校生にも大きな刺激になったようです。すごい励みになりましたし、自分はサッカー部なんですけど、頑張っていきたいと思っています。は野球部です。刺激を受けて僕たちもやっぱり頑張らないとなっていう。森山選手と林選手は2年生コンビの快挙で、今後の活躍も期待されます。暑い夏にさらに熱い戦いを制し輝いた高校生選手、周囲の生徒たちにも元気と勇気を与えています。